読売中高生新聞プレレゼンンツ実録コメンレスナー事件この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅井香が聞き込み取材をしていきます。 佐々木さんこんばんはこんばんばは。よろしくお願いします,しますさあ紹介した事件はですね厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、さらにネタを紹介された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします<お>ではゆかのすけさん、はい、今日のタレコミ紹介してくれはい今週は千葉県ラジオネームのんさんからの情報ですはい。この間ずっと親友だと思っていた子に裏切られましたほう 中学生の時私には2年間片思いをしていた人がいてその親友はよく相談に乗るよと言って私の恋愛の悩みを聞いてくれていました、はい、ありがたいなと思っていたんですがある日その親友が私が片思いしている人とこっそり付き合っていることが発覚、えー、しかも1年以上前から付き合っていたそうで、えー、私は1年間ずっと騙されていました、はい、中学を卒業して今年から高校生になり学校こそ離れたものの人を信じられず 高校でも友達を作れるか不安です。こ、まあ、んなことあるんです、ね。あるんだね、こんな本当漫画みたいなことが。うん、じゃあ読んでみましょうか。ラジオネームの話を聞かせてくれもしもし、もしもし。こんばんは。こんばんは。んんはいやすごいね。今いくつなんだっけ。今年16になります。ああ、高校年生になったんおめでとう。ねえ。どうやって知ったのこれ。なんか共通の友達がいて。うん その友達がなんかすごいことしちゃったみたいな感じでてて、えー、いるよねそういうやつ <laughs> 悪くないよ悪くないけどそういうやついるよね悪いかそれでそれでしちゃって、うん、ラインラインで聞いたんですよ、うん、なんかちょっと優しく穏やかな感じで聞いてみたら、うん、ごめんねってめっちゃ謝られたから、うん、なんか仕方ないかみたいな感じで許しちゃったんですけど、うん、そのあに。 クラス全員で集まる時でやって、うん、集まったらなんか1年前から付き合ったみたいなことをカミングアウトされて、うん、えー、かわいそう休学旅行の時とかにめっちゃ話を聞いてくれてたから、うん、もなんか自分一人バカみたいだなと思ってえちなみにだけど、うん、その相手の名前、はい、相手誰々君が好きなんだってことはその子は知ってたの 知ってました知ってたんだんでその初めて相談した時はあの付き合ってなかったの付き合ってましたああ、これどうします<ー>ゆかのすけさんえでも言いづらいですごめん実は私付き合ってんだってその時に言ってくれればね、うん、まあそうですよね、はい、そういう本にねいいかもしれないうわーこれはどう,どうする自分だったら、えー、でもこれ言いづらいですよねもし自分が付き合ってたとしても言いづらいけどでも まあ私がこののんちゃんの立場だったら後から知る方が辛いから、うん、だけどさまさかでもそこからさずっとなん,、ね、なんとかくんが好きなんだでも大丈夫絶対なんとかちゃんたその,のんちゃんたらうまくいくよみたいなことも言われたの言われました。ああこれはどうなの、えー、<laughs> その子の言い分も聞かなきゃ分かんないけども、えー、今の話だけ聞くとちょっとひどいよね。んちょっと徐々に 告白しないよみたいな感じで、えー。<laughs> それはちょっとやだ。あ、一気に、あれだ。<ー>この相手の子が、俺急に嫌いになってきたな。こ <laughs> れや、え、でも、この、もう高校は違うから、もう会うことはないってことか。会うことはないです、ね。えー、えでもさ、わかんない、もしかしたらさ。うん、そののんちゃんがね、うん、好きだってことを、その。作ってんのかな、その彼に。なんかのん。<分>え。知ってると思います。えー え、でもそのんちゃんはその男の子とどことはまだ好きなのいやもう好きじゃないんですけどなんかその人と話してた内容が全部その友達に言っててえその好きな人との話の内容が話の内容が全部その親友にんかしてなかっててああやだそっかそんなことえでもねたまんないねうんえでも まだだこれからだよ高校になって、うん、ここからなんかご縁のある人とはまたここから会うと思うし、うん、全然、まあ、このこと忘れた方がいいとも言えないけど忘れられないかもしれないけど、うん、全然もっといい人いると思うしまあね、うん、こういうことってあるんだね本当にねまあそういうやつにはいつか罰が当たるっていうふうに思うしかないよね。うんえー、やっっっぱり人にした嫌なことって返ってくるから そう同じことはしないようにしているまあいいやつばっかりじゃないけども、うん、悪いやつばかりじゃないよってことしか言えないかな<そう> <laughs>、うん、ねお友達も、うん、あのできたの新しい高校ではでもなんか自分かからららけなくてて、うん、またた裏切られたら嫌だたらと思ってでもさ,さ,かさかそのことをさ知ってる高校の同級生はいないからさ、うん、何あの子全然 溶け込んでこないない <laughs> そのことを知ってればねんあんなことがあったんでしょうがないんだろうってみんな思ってくれるかもしれないけどみんな知らないからさ逆にそこをチャンスにね<笑>,笑い話にできればもう勝ちですよ。うそうだね意外とと自分かからいかないと 行けなかったりもするし、案外ね。でもその親しい子ができたら、その友達の友達ってどんどん広がっていくから。やっぱりこれはもうお笑い芸人だから言わしてもらうけど、やっぱこれ笑い話にできないと、これはもう浄化されないんですよ。俺<ー>自分家の両親が離婚したこととか、実家が全焼したことも笑い話になって <laughs> 受けた時に初めてああっていうあ<ー>よかったっていうね。 までなるのにねましてやのんちゃんもお笑い芸人じゃないからあれなんだけどでもこういう辛い経験をしたことがあるっていうのはんかすごくいい経験として取らないともったいないよねこれでうん当に案外時間が解決してくれたりするからいやぜひとも多少持ってもいいからさあの面白い話にしようなかなかないからこれは羨ましいこれ悪い方だけど俺はうらましいそういうエピソード欲しいもん逆に逆にでオチをつけたいもんね ねえちょっと辛いかもしれないけどさ頑張ってくださいうんいいことあるよ最近あったいいことないよ最近あったいいことうんうんあラジオに投稿したメールが読まれたほらそういういいことの積み重ねで頑張っていこうよそれも採用された日だし新聞のジャーシーかのさん一言いただけますかはいえのんちゃん絶対いいことあるよ高校行っても頑張りきだよ ありがとうございます。また何かあったらメールちょうだい。またね。はい、失礼します。ごめんね。ありがとう。ちょっと盛り上がりし、時間がなくなっちゃったけど、もっと来きたかったね。<laughs> そうですねなかなかない,いですから。ね、このコーナーでは、リスナーの皆さんから、身の回りで起きた事件を募集中です。受付メールアドレスは、レコアットマーク、ジオウキュアルドットネットです。件名のところに、事件簿と書いて送ってください。電話番号の記載も忘れなく。 放送後には実際に読売中高生新聞で働く記者の方からの電話取材を受けた後にえ厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、そしてネタをさよさらにはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたしますしたくさんのメールお待ちしてますさらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください